最後学部行ってみたいと思います。本日の長論全体像はこちら。段落は5個で、設問形式こういう感じになっております。で、皆さん全部いくと19問ありましてですね、まあ、これはもう視聴時間が長くなってしまってですね、で皆さんご覧いただけないので最初の11問行ってみたいと思います。まあ、皆さん5番も空所中ですので、問の2、3、4、ここでやり方をご覧いただけると問の5番にもつながっていくかと思います。ですので下線部説明と空所中頑張っていきましょう。さみさん第1段落でございます。一読していただいた後、この下線部1番ですね、選択肢こちらでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。でもちろん選択肢1番は達成する、2番は開発する、3番は終える、そして4番は隠す。で皆さん下線部1番 unfold、 これは皆さん fold、 畳んでる状況を案で否定するんですね。そこから皆さん解放するイメージでよろしいかと思います。ですから広がるとか展開する、それに近いものと言われたらもうあれしかないですね。もちろん2番ですよね。広がるとか展開する、そのイメージが開発するというところにつながりますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。さみさんついての段落でございます。一読していただいた後、まずはこの空欄1番ですね、選択肢こちらでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。さみさん、この方がですね、この空欄1番のところ、それを理解しようと頑張ってるんですね。で、皆さん、なんでそんなことしてるんですかって言われたら、こちらですね、研究者の方々がざっと説のことを示したからですね。ですから、空欄1番に入ってくるのは、このざっと説に対応する表現ですね。で、もちろんこの三角括弧のところを読んでいただけますと、まず2番、誤解の話はないですね。そして4番、多様性の話もないですね。で、あと皆さん、1番でしたら、人の行動、振る舞い。3番だったら、理論ですね。で、改めてよく見ていただけると、ざっと説でございます。もちろん、ざっと説ってのは、事実を示してるんですね。もちろん、示してくれたものでございますので、なおさらですよね。ですから、あくまでも、事実と言い換え可能なもの、と考えていただいてもいいし、皆さん、次の文章中、こう書いてますよね。ですから皆さん、理論ともそのまま書いてくれておりますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いてこちら空所 A ですね。選択肢これでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。これはもう熟語で一発ですよね。変異と comes ときたら、to ということですよね。うにゃうにゃということになると、という意味でよろしかったかと思います。サミさん、第3段落でございます。一読をしていただいた後、こちらですね。空所2番。で、選択肢はこれでございますからね。考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、これは空所の右側にですね、動詞プラス A as B ありますね。皆さん、有名どころで言うと、このあたりが regard、もしくは think of ありましたね。A を B と見なす。もしくは A を B と考えるという意味でしたね。ですから皆さん、見なすとか考えるという表現と言い換え可能な選択肢が見つかりますよね。もちろん1番は無知、2番は記憶、3番飛ばして4番強さ。ダメそうですね。ですから見なすとか考えるというのは認知、知覚の話でございますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いてこの下線部2番でございます。選択肢こちらでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、最大のヒントはこの記号ですよね。つまり引用符がついてると本来の意味とは違う、間違ったニュアンスを伝えているということを表してるんですね。ですからマイナスの価値観を示す表現でございますので、皆さんそれを知ってるともう一発でいけそうですよね。1番は冷笑する、2番は強調する、で、3番いけそうですね。4番予測する。で、もちろん3番にはミスという単語がついてますよね。ミスリプレゼンツ。誤って伝える。マイナスの価値観を持った表現でございますので、3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、空所 B を飛ばして、まず下線部3番ですね。選択肢見えてる通りでございます。考えていただけるとよろしいかと思います。別にもちろん下線部3番、inherent。本来のとか、もともと備わっているという意味の単語でしたね。ですからそれでいくともう一発でいけそうですね。もちろん正解は3番ですよね。イネイト、生まれつきのと。ですからそもそも備わっているという表現でバッチリですね。
デミさん、1番は知らなくてもいいと思いますが、決定的ではない。で、2番は indifferent。これ、皆さん有名ですよね。無関心のということでしたね。そして皆さん、4番は一定のということでよろしいかと思います。ですから、下線部3番は単語の問題ということで、3番が正解ということでよろしいかと思います。セミさん、飛ばした空所 B ですね。選択肢こちらでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。これは空所に左が fill ときたら with ですよね。これはもう熟語の知識ということでバッチリです。さあ、続いての段落でございます。一読していただいた後、こちら問いの4番お願いします。で、皆さんこれ選択肢見た瞬間、1番、2番がすぐ消えそうですね。皆さん1番も2番も追加の意味ですよね。ですからもし1番を正解にすると、じゃあ2番はなぜダメなのか。そして皆さん2番を正解にすると、じゃあ1番なぜダメなのかっていう話になってしまいますね。そして皆さん4番 nevertheless、 それにもかかわらずということで前後は対比。で、皆さん5番も on the other hand、 一方でということで前後は対比ですよね。ですから両者ともに対比でございますので、やはり4番を正解にすると、じゃあなぜ5番はダメなのかと、そういう話になってしまいますので、正解は3番になりそうですよね。で、皆さん一応念のため確認をしてみると、皆さん空所の左側眺めてみるとですね、例えばこの辺りトラウマにさらされるんですね。マイナスの状況です。そして空所の右側にはアドバーシティ、逆境とか不運という話ですね。ですからこちらもマイナスの状況でございます。ですからトラウマという表現を不運という表現に言い換えてますよね。ですからやっぱり3番が正解ということでよろしいかと思います。久々最終段落でございます。まずはこの空欄3番ですよね。選択肢これでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。そこから空所の左側にですね、プラスの価値観を持つ表現がありますね。確かに皆さん、この段落読んでいただけるとプラスの表現がいろいろありますね。で、おそらく最大のヒントはこの文末の表現ですね。例えば、よりよく規制ができているとか、効果が続いている様子が伺えますよね。で、それにつながっている根本的な原因はこれですよね。train、訓練すると。ですから皆さん選択肢の中で訓練するという表現と言い換え可能なものありますよね。もちろんそれは教えるですよね。で、もちろんそういうふうに4番につなげていただいてもよろしいでしょうし、もう皆さんこちらにズバリ書いてますからね。ですから教えるという4番が正解ということでよろしいかと思います。続いて今度は下線部4番でございます。選択肢こちらからお願いいたします。これはもう単語の意味で一発ですよね。vulnerable、脆いとか弱い。そして影響を受けやすいんですね。ですから1番は好奇心の強い。2番は強力な。3番は成功していると。ですから正解は4番ですよね。susceptible。これも皆さん影響を受けやすいと。そういう表現でございますので、単語の問題ということで、4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、最後は下線部5番でございます。こちらの選択肢からお願いします。まず読んでいただいてわかるかと思いますが、この下線部とこの下線部、言ってること同じですね。つまり対応しております。じゃあ、どんな関係ですかと言われたら、ここに or がいますよね。つまり前後は対比。ですから、or の左側は negative。マイナスの表現ですね。それと対比になるわけですから、こちらの下線部はプラスの表現。で、選択肢の中でプラスの表現はどれですかと言われたら、1番は怒ってますね。そして2番は困難に立ち向かう姿勢。で、3番すっ飛ばして4番。この意味が分かんなくても皆さん出だしが this と書いてますからマイナスですよね。ですから1番、2番、4番がマイナス。でも皆さん3番 charged、充電すると。ですからプラスの価値観を持った表現ですよね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。皆さん理工学部はですね、まあ、単語を分かってるとですね、非常に有利かなという感じがいたします。皆さん説問に絡んでいてですね、次に出くわす可能性が高いものをまとめておきました。で、すみません、知らないものがありましたらですね、この後ノートを取っていただいて。で、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。それに取り組んでいただけると嬉しいかと思います。理工学部は特に単語を制すものは受験を制すと。そういう感じで、単語を頑張ってください。